こんばんは。ソーシャルディスタンス。将棋の歴史をこういろいろ辿っていくと、どうしてもここは語っとかないとダメだなというところが、こちら、電王戦なんですね。で、この電王戦って何かって言ったら、コンピューター対人間の戦い。で、これは前 YouTube でも一回喋ってるんで、ここだけちょっとざっくり喋りますね。イメージとしたら、コンピューター将棋ってすごい有能な、まあなんかスーパーコンピューターみたいなのに将棋のルールを打ち込んで、スイッチポンってやったらコンピューターが勝手に計算してすごいことになるんやろなって思う人もいるんですけど、そうじゃなくて、今まで将棋の歴史が紡いできた物語を全部プログラマーの人たちが、プログラミングして作っていくんですよ。だからそこにも人間が関わってて、誰が一番強いコンピューターを作るんだっていう戦いもずっと行われてるんですね。で、人間の戦いがあって、コンピューターの戦いがあって、一体どっちが強いんだっていうのを決めようっていうことで、実際戦いが始まったのがこの電王戦なんですよ。で、この電王戦の最初の第1回電王戦っていうのが2012年行われました。それが当時将棋連盟会長だった米長邦雄会長対ボンクラーズっていう将棋ソフトと戦ったんです。ほんで、この米長会長っていうのは当時将棋連盟の会長なんですけど、もう引退されてて、プロの棋士を引退してるけど、名人にも数々のタイトルも取っておられて、もうレジェンド中のレジェンド。それがコンピューターという刺客を倒すと。まあ言ってみれば、ハンターハンターのキメラアント戦で、キメラアントが出てきて、外敵が出てきた時にネテロ会長が立ち上がって戦いに挑むみたいなことをやったんです。で、米長会長がボンクラーズに勝利するかと思いきや、なんと米長会長ボンクラーズに敗退してしまいます。第1回電王戦。そして米長会長は負けた後に第2回、来年も、コンピューターと戦うぞと。今年は1対1やったけど、人間5人対コンピューター5つのソフト5対5で戦う5人の戦士を米長会長が発表されるんです。記者会見が行われるんです。その、数日後、米長会長はなんと病でお亡くなりになります。そして第2回電王戦っていうのが行われて、5人の棋士と5つのソフトがこう戦うことになるんですよ。人間が勝つだろうと思われたんですが、1勝3敗1引き分けという、勝敗結果によって人間の方が駆逐されてしまうというのが第2回電王戦です。さあ、このまま人間が負けたまま終わってしまうのか、第3回電王戦開催が決定しました。さあ、人間のリベンジなるのか、こっからが第3回電王戦の話です。いい？第3回電王戦、ここからルールが変更されます。第2回電王戦で戦った時に人間の方が不利だったんじゃないかという点を改善して、互角の戦いができるようにしないと、これも絶対勝てないんじゃないかっていうことになったんですね。まず変わったところ、一つ目、コンピューターの方は全部5つのソフト、同じハードを使いましょうと。だから同じコンピューターにそのソフトをインストールするのかな、インストールして、それと棋士が戦いましょう。だからコンピューターがものすごいスペックを持ってるとかいうことに関する不利をなくしましょうということになったんですよ。っていうのも、第2回電王戦で第5局三浦さん対 GPS 将棋っていうのがあったんですけど、この GPS 将棋っていうのが東大にある600台のコンピューターを全部クラスター化させて、全部つないで600台のコンピューターが数秒のうちに何億手と呼んだ一手を指してくるみたいな。それ対一人の人間が戦うという戦いやったんですね。これはちょっとあまりにも人間が不利なんじゃないかということで、コンピューターは一つのハードになりました。
そしてもう一つ大きなルール、コンピューターは約半年ぐらい前に戦う相手にソフトを提供してくださいと。でそのソフトで人間も対コンピューター対そのソフト用の研究をしてください。でそこから、改良を加えるのは一切禁止ですと。というのも第2回電王戦の時はコンピューターたちは、戦う騎士の今までのやってきた物語というか、過去に人間が対局してきた何十万という将棋のこの棋譜とかも全部勉強してる。でも人間は一発目からそのコンピューターと戦ったら、こんな戦いしてくんのとか、何の予習もなく戦うのはもはや不可能やって、棋譜っていうのは将棋の駒同士がどういうふうに動いたかという戦いの盤面の記録ですね。人間の方は研究させてるのにコンピューターの方は研究させへんっていうのがやっぱ不利じゃないかということで、ソフトを人間に提供して人間は勉強する時間を与えてもらいますと。そしてもう一つ、コンピューター同士で電王トーナメントっていう戦いをやることになりました。でこれコンピューター同士で戦ったらどうなるのかよくわからへんって思うんですけど、実はコンピューターも人間がプログラムしてるものなんで、全部に個性があって、全部に癖があって、全部に性格があるらしいんですね。だから例えば序盤がめちゃめちゃ強いソフトとか、中盤に隙がないソフトとか、終盤がめちゃめちゃ強いとか、いろんなこう性格のソフトがあって、その性格のソフト同士が人間の騎士を倒すために戦って研鑽をして頂点を目指して上がってきて人間と戦うのが電王トーナメント。それで勝ち上がったものと人間が戦うというのが第3回電王戦です。人間の5人の騎士は、プロ棋士の方は160人から170人ぐらいおられるんですけど、その中で出たい方を募ったんですね。でその出たい方を募った中、日本将棋連盟の皆さんが、この人やったらコンピューターに勝利できるんちゃうかという人を選んで戦うことになりました。さあ第3回電王戦第1局、菅井達也さん対コンピューター周祖です。あ、菅井さんの字が間違ってるこれは失礼しました。菅井達也さんというのは岡山出身の方で、幼い頃からコンピューターで対局するということに慣れてまして、でコンピューター将棋にとにかく強いんじゃないかと。で菅井さんもコンピューターと真剣にやることによって、自分がもしかしたら新しいステージに行けるんじゃないか、ネクストステージでめっちゃ強くなるんじゃないかということで、ぜひやりたいということで菅井さんが出ることになります。そして相手は第2回電王戦阿部コールさんと戦ったソフトなんです。この対局だけ人間が勝ったんですね。阿部コールさんが周祖を任したんです。でその1年後周祖に改良を加えて、阿部さんが強いから周祖が負けたんやと、周祖が弱かったんじゃないでっていうことを証明するために周祖が出てきたんですね。で菅井さんは半年ぐらい前からずっと、周祖とこう戦ったら、その去年の周祖と比べてどんだけ強なってんねんと、むちゃくちゃ進化してるじゃないかっていうことで驚いたらしいんですよ。それでもずっと対局して練習将棋をしていくうちに、だんだんこう周祖のこうなったらこうなるっていうのもだんだん分かってきて、約半年で95勝97敗とか97勝95敗とか、もう100勝対100勝ぐらいの、もうほんまの互角の戦いになったらしいんですね。でその実際勝負の日、菅井さんはどっちに転ぶかわからないと、今日もしかしたら右に転んで勝つかもしれない、左に転んで負けるかもしれない、その中対局に挑むんです。で真正面からぶつかって菅井さん周祖に敗れることになります。でも、この半年で周祖と勉強することによって菅井さんはめちゃくちゃ強くなって、その周祖を作っておられるプログラマーの竹内さんっていう方のことを本当に尊敬できると、竹内さんが天才やと思いますって言って、で竹内さんも
シュースと菅井さんが戦うことによって最高の一局になりましたって言って、2人は対局が終わったと2人っきりでタクシーに乗ってホテルに帰り、お互いの連絡先を交換して、そっから、菅井さんは秀素でずっと勉強を続け、菅井さんが、対局で勝利するたび、その竹内さんはエールを送りおめでとういう仲になるんです。で、後に菅井さんはコンピューター将棋で何を得たのか、すごく将棋がさらにさらにお強くなられまして、タイトルも取られることになります、後に。でも人間が敗戦してしまうんです。さあ、第2局、佐藤真也さん対、屋根裏王というソフトが対局することになります。で、佐藤真也さんってもしかしたら皆さんもテレビでご覧になられたことあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ面白い方で、解説の時にこの自分の被ってたカツラをこう取ったりするっていう、ワイドショーに出た時にずら取ったりとかで笑いを取られる方なんです。で、そういうのでやっぱり将棋という方とこにもユニークな人がいるんだなっていうので、将棋ファンの方にめちゃくちゃ愛されて大人気の棋士の方です。ほんで、その佐藤真也さんは自分も強くなれるチャンスやと思って立候補されるんですね。そして一方戦うのは屋根裏王っていうソフトです。で、ここでですね、屋根裏王の方にとんでもない事件が起こってしまいます。これは何かというと、屋根裏王の、ソフトを開発されてる方が数日前なんかな、でバグが あるんで、どうしてもバグをだけ直させてくれということで、主催者に申し入れて、じゃあそこだけ直しますって言って、屋根裏王はバージョンを変更したんですね。ほんなら、その強くは絶対させたらあかん、その半年前から渡してる屋根裏王からバージョンアップさせたらあかんって言ってたんですけど、治りましたって言って渡されたソフトがむちゃくちゃ強く、ね、なってたらしいんですよ。だから佐藤さんからしたら、いやいや、これ聞いてたんとちゃいますやんっていうか、やってきた半年で研究してきたことが全部不意になるんじゃないか、どういうことなんっていうことになったんです。でも将棋ファンの皆さんとか、この戦いを楽しみにしてる皆さんから、いや、それはなんぼなんでもおかしいやろというお話がいっぱい来て、結局、改定前の前のソフトで戦うっていうことになるんです。でも佐藤さんは対局前に、ほんまに対局前って一番心がこう揺らぐのが嫌らしいんですけど、そういうので、そういうことに、騒動に巻き込まれまして、対局する時にちょっと心が揺れちゃった中、佐藤さんは敗れてしまいます。負けちゃうんですね、これも。で、やっぱり人間とコンピューターが戦って制限時間内でやってたら、どうしても人間の方は体力も削られてきますし、終盤思考力もこう落ちてくるんで、言って間違えてしまったりするらしいんですよ。で、その間違えたところの、その最終的な隙をやっぱりコンピューターは見逃さないというか、落としてくれなくて負けちゃいます。これによって人間が2敗してしまいます。で、後がなくなって、いよいよ第3局になります。第3局の戦いがこちら、豊島将之さん対 YSS というソフトなんですね。豊島さんっていう方は、もう本当にその時7段やったかな、豊島将之7段が、もしかしたら自分がその新しいステージに行けるんじゃないかっていうことで立候補されるんですね。で、YSS っていうソフトと向き合うんです。で、こっから豊島さんは今まで研究会って言って、将棋の、棋士の皆さんと戦って実戦で、どうやったら強くなるのかっていう勉強会をやっておられたんですけど、一切人との対局を立ち、もう YSS とだけ延々に対局して研究しまくられるんですよ。で、その戦った数、なんと1000局です。1000局に及ぶ、勉強で YSS と
ずっと向き合って将棋をこう変えていかれるんですよ。で、自分が何時間の対局やったらどれぐらいの勝率かとか YSS っていうのがどういう局面を生み出すんかとかいうのも全部勉強されるんですね。そして豊島さんなんと真っ向勝負で勝たれます。そして豊島さんはその後数々のタイトルを獲得され、現在将棋界の最高峰、タイトル保持者竜王叡王という2冠持っておられます。これで1勝2敗になります。さあそして第4局、人間代表森下拓さん VS つつかなというソフトが戦います。で森下拓さんは年齢的に言ったらベテランの部類なんですが、今までこういろんな戦いをこう挑んできて、ほんまにヒリヒリする自分のヒノキ舞台やなっていう戦いも若い時あったけど、なんかこう年齢とともに本当にヒリつく戦いに最近挑んでなかったなっていうことで出場させてくれと立候補されます。そしてこのつつかなっていうのが第2回電王戦の船江康平さんと戦ったソフトなんですけど、船江さんもこっからつつかなを研究のパートナーとしてずっと対局されてめちゃくちゃ強くなられて、棋士の方はこの中で一番優秀なソフトは何やって言ったら、この当時つつかなが一番すごいっていう方が多かったらしいんですよ。そのつつかなと森下さんが戦われます。で森下さん大激闘を繰り広げられるんですが、やっぱり終盤なのか一手の、ミスが響きまして、つつかなが勝利します。これによって1勝3敗ということになって、人間の負け越しがまたもや決まってしまいます。でも最終局、人間の意地を見せるべく立ち上がるのが屋敷伸之九段、相手はポナンザです。これがこの年のコンピュータートーナメントの優勝ソフトです。と屋敷さんっていうのは史上最年少でタイトルホルダーになられた天才棋士で、もう将棋界のスーパースターなんですけど、その屋敷さんが出てこられまして、でポナンザというソフトは第2回電王戦でも勝利してる、東大のアマチュア将棋5段とかを持っておられる山本さんという方が開発されてるソフトで、山本さんっていうのは東大行ったけどなんかやりがいが見つかるわけでもなく、どうやって生きていこうっていう時にコンピューター将棋をプログラミングするということに出会って人生が変わったと。でそこでプロの棋士の人とまさか戦えることになれると思わへんかったって言って戦うことに命を懸けてる、そのポナンザと屋敷さん戦います。さあ、最年少でタイトルを、取られた屋敷さんとポナンザ、どっちが勝つのか、本当の熾烈な戦いの後、これもポナンザが勝利します。ということで第3回電王戦は1勝4敗という成績で、コンピューターの方に軍配が上がります。でもこの時に豊島さんしかり、菅井さんしかり、若手の棋士の皆さんは新しくこのコンピューターのソフトと対局するということで強くなるんじゃないかという経験を得られ、で、ベテランの棋士の皆さんも新しい自分の一面を発見され、でコンピューター将棋を作ってる皆さんもさらにプロの棋士のトップである羽生さんとか渡辺明さんと戦うというのを目標にさらに研鑽を重ねるということになりつつ、いよいよ次の年電王戦ファイナルが行われることになるんです。確かにね、その間に電王戦リベンジマッチっていうのあるんですけど、それちょっとはしょらせていただいて、電王戦ファイナルという最終局面で最後の戦いを5対5で戦うことになります。